広島長崎爆心地モニュメント爆心地とは、競技には原子爆弾などの核兵器の爆発の中心地を指す。抗議には強力な爆弾の爆発の中心地を指す。また、それから転じて大事件の発生場所や大きな流行や社会現象の発生場所も爆心地と呼ばれることがある。一般に兵器として用いられる核爆弾は破壊効果を最大にするために、 地表ではなく空気中で爆発させられることが多い。そのため、爆発が起こった点を爆心点、その真下を爆心地と呼んで区別することもある。歴史上実際に人の住む都市に落とされたただ二つの原爆、広島県広島市、長崎県長崎市のそれを爆心地と呼ぶことが多い。また、原水爆の地上実験が行われていた時代にできた核クレーターの中心も、 爆心地と呼ばれる。アメリカ同時多発テロ後のグラウンドゼロの用法の変化については、グラウンドゼロを参照のこと。空中写真爆心地の島下なか内か現在、広島の原爆の爆心地は、あよい橋の南東、島病院であると考えられている。当初の投下目標は、あよい橋であったが、風の影響により流されたとされている。この橋は、 広島市の中央を流れる大田川が分岐する地点にかけられた T 字型の橋である。得意な形状は上空からでもその特徴がよく判別できるため目標に選ばれた。最も早い段階で原爆の爆心地を調査した記録には呉海軍交渉の三井、斎尾と古海軍大佐らによって当日に行われたものがある。これによると 爆心後黒人蛇南部敵弾発火波高度約550メートルと報告されているが、目視によるもので証拠に基づいた報告ではないと思われる。その後9月下旬にかけて、理科学研究所、木村一時、田島映像、及び東京帝国大学地震研究所、金井清東京帝国大学工学部真島正一、広島管区気象台、菅原義夫、 北伊佐尾、山根松園、中根清西川宗高らによって科学的な手法による爆心地の調査が行われた。それによると、現在の商工会議所の北側あたり前の電車通りの南方約125メートル、島下科病院の玄関から東南方約25メートルの地点が爆音とされている。また、 爆心点は556メートルまたは577メートルとされている。後の1969年に行われた調査によると、統計132度27分29秒、北緯34度23分29秒、高度580メートルが爆心であるとされている。これは現在では、島下課内課の南側大手町第三駐車場の上空となる。 そして、2002年に放射線影響研究所が調べた結果、従来の爆心地より16メートル西側の島病院の南西側、爆発高度も600メートルに見直された。なお、広島の原爆被害を伝えるものとして、有名な原爆ドームは爆心地から西へおよそ200メートルの地点にある。現在、爆心地である島病院は、島内科医院と名前を変え開業しており、 病院の横には、この場所が原爆の爆心地であることを示すモニュメントが建てられている。空中写真長崎原爆の爆心地は、長崎市街中心部から約3キロメートル離れた別荘のテニスコート上空、高度5 0 3メートル、プラスマイナス1 0ルである。統計129度51分47秒。現在、長崎平和公園内に原爆落下中心地地,地区。 祈りのゾーンとして、モーニュメントが建設され整備されている。原爆落下中心碑が置かれ、周りに、浦上天主堂医壁や富永直樹製作の被爆50周年、記念事業碑がある。北側に平和記念像を中心とした、平和記念像地区、願いのゾーンがある。原爆落下中心碑。右の塔は、浦上天主堂医壁。広島市における、 原子爆弾に関する調査に、被害状況爆死に http コロンスラッシュスラッシュ www.roswitha.jp スラッシュ広島原爆地要査。html 広島原爆戦災詞、第1巻第1編、p36 広島原爆戦災詞では、爆減、ザ・エピセンターズ・オブ・ザ・アトミック・ボムズに、hh ハブル、td、ジョーンズ、js ・チーコ、 1969法訳は、財団法人放射線影響研究所業績、報告書、原子爆弾の炸裂点に入手した全物理学的資料の再評価及び提案数値。 1969http コロンスラッシュスラッシュ w w w r e r f o r j p スラッシュライブラリースラッシュアーカイブスラッシュ tr1969.htm 広島原爆爆新地は16メートル西四方永見調査米軍地図にずれ中国新聞2002年9月10日1ページ1976年に アメリカオークリッチ国立研究所のジョージ・ディーカーの検討による数値。ありがとうございます。